バドミントン国内最強チームを決める SJ リーグ。国内外で活躍する選手が所属しています。今回は先月公式発表された内定選手を紹介します。はじめに23年度卒業の高校生から、日本代表にも選ばれている谷岡大吾選手、ビプロジーへの入団が内定しています。シングルス、ダブルス共に戦えるマルチプレーヤー。今後ダブルスのペアとして注目されるのが沖本雄大選手。リーグ戦でも共に戦います。そして世界大会でも活躍している山北奈緒選手、 NTT 東日本への内定が決まっています。正確なショットを武器に即戦力へ。また早くもリーグ戦に出場する選手も。清瀬莉子選手、丸杉に入団予定です。すでにミスの少ない堂々としたプレーを見せています。その他主な選手はこちらです。続いては大学生です。日本ランキングサーキットで優勝した栗原あかり選手、再春館製薬所へ内定しています。軽快なフットワーク、巧みな緩急の使い分けで魅了する日体大の野田斗真選手、日立情報通信エンジニアリングへの入団が内定しています。法政大学の中島拓海選手はトリッキーパンダーズへ。中央大学の川島直哉選手は JTEC への入団が内定しています。法政大学の宮崎敦美選手は丸杉へ。また安見美恵選手は七十七銀行へ。日体大の千葉美琴選手も七十七銀行への内定が決まっています。その他主な選手はこちらです。 SJ リーグもいよいよ終盤戦へ。新入団選手の起用にも注目です。